とっても嬉しいです。ありがとうございます。まだまだ駆け出しの私たちなんですけれども、はい、改めて自己紹介させてください。はい、私たち乃木坂ハイスクール生徒会です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速自己紹介をさせてください。はい、私が生徒会長でございます。リアチーこと杉本リアです。リアチーって呼んでください。せーの、リアチー。はい、はい、副会長のマリーこと小谷真美子です。マリーって呼んでね。せーの、マリー。ありがとう、ありがとうございます。はい、乃木坂ハイスクールとは何ぞやって思う人がね、多いと思うんですけど、残念ながら有名な方々とは全く関係なくてですね、ただ学校が乃木坂にあるという、そう、本当に乃木坂にあるから乃木坂ハイスクール。はい、ね、まあ、パクリなわけではないです。そう、パクリなわけではない、合法、合法だよね。
あの、はい、学校が乃木坂にあるので、うん、はい、あのなんか聞こえた気がするぞ。はい、あのね、もし気になっている人いっぱいいると思うんですけど、はい、はい、あのぜひ乃木坂ハイスクールってツイッターで検索するといっぱい出てくると思うので、なんかチェックとかしてくれるととても嬉しいです。はい、はい、ではそれでは次のライブはどこですか？ライブはちょっとゴールデンウィークはもう今日で終わりで、次は10日の、うん、みたいな顔してくれてありがとうありがとうで次のライブは10日です。10日、大塚ディーパさんでやらせていただきます。はい、気になった方はぜひツイッターでチェックしてください。お願いします。はい、でこの後の並行物販なんですけど、ゴールデンウィーク限定でこの後最後にやる曲、ボーダーラインって言うんですけど、その曲を今ファーストアルバムに載ってなくて、そのボーダーラインっていう曲だけ今無料で CD サンプルプレゼントしてるので、よかったら物販遊びに来てください。はい、待ちしてます。遊びに来るだけでもらえるので、うん、もう今日が最後のチャンスらしいので、はい、よかったらゲットしに来てください。はい、よし、大丈夫、はい、もうみんなが湧きたそうだからやめよう行こうはい、では最後の曲聴いてください。ボーダーラインだって私そこで止まったセリフの
はい、ではこの後のライブもぜひぜひ楽しんでいってください。はい、そして物販の方もよかったら遊びに来てください。はい、以上乃木坂ハイスクール生徒会でした。ありがとうございました。